はい、本日はですね、こちら高級ダウンジャケットの比較をやっていきたいなというふうに思います。ということで、今回高級ダウンっていうのをいくらっていうので、ね、10万円以上ということで定義をさせていただきました。もしかしたら人によったら、いや20万超えの高級って言わへんでっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕にそんな予算はございません。10万円以上であれば高級だということでね、やらせていただきたいなと思います。まず一つ目っていうのがですね、こちら水沢ダウン、これ日本のブランドですよね。デサントっていう、まあスポーツやってはったりしたらね、おいデサントかいなっていう、あのデサントね、そのブランドになっておりまして、次はねタトラスですわ。これもハンガーそのまま使わせていただいております。こちら確かイタリアのブランドやったと思うんですけど、イタリアのブランド。次はこちらゾーン、モンクレールということで、今現在はイタリアの会社になってたはずなんですけど、もともとはフランスの、会社になっておりますね。次はこちらカナダグースということで、どこの国か一発でわかりますよね。カナダ言うてるんやから、どこでしょうかということで、次はねこちらウールリッチということで、これはアメリカのブランドっていうことで、それぞれの国の日、イ、ブツ、ベー、あカナダって何やろ、わからん、カナダわかりません。でベっていうね、この5つの国の高級ダウン、それぞれの国が誇るダウンジャケットをね見ていこうじゃないかということで、実はそれぞれ機能も違うしシーンも違うんですよ。着用するシーンも違う方がいるんで、いや僕スーツの時なんですけど何着たいんですかとかね、いや僕あんまスーツ着ないんですけどどういうの着たらいいんですかって聞かれ、よく聞かれるんだけども、これ見ていただいたら分かりますのでご安心くださいということで、僕気合い入っておりますよ。もう冬になってるのに半袖でやりますのでね、今からガンガン着ていこうと思います。あちなみにね、さっき言っておきますけど、これ全部それぞれ保証ありますので、アフターサービスとかっていうのはもちろんあるという前提でいきなりますね。まあ、買ったやつ知らんでいうことはないので、しっかり穴が開いたりとか修理したりとかいろいろありますので、クリーニングとかもあったりしますのでね、それはもちろんあるという前提でいきますが、これがまず、水沢ダウンのマウンテニア、これはサイズ L サイズでございます。で僕178センチ、今日の朝は 69.4 でした。69キロということでやらせていただいてるんですけども、まあ、それぐらいやったら L サイズでね、こうジャストサイズで着るっていうのがちょうどいいかなと思います。丈とかもね、袖丈が結構長めなんですよ。だからちょっと腕こうやって伸ばしても全然余裕はありますので、まあ、サイズは L でちょうどいいんじゃないかなということです。でこれがね一番最も多機能です。このダウンジャケットがさすが日本で作ってるだけあって、日本人にそれ合うわっていうような作りになってるんですよ。で次はじゃあイタリア行きましょう。イタリアのこう伊達男たちが愛するタトラスですよね。このタトラスというブランドは、こちらがですね、サイズがちょっと忘れましたが3とか L とかそんな感じのサイズ感になってたと思います。で、まあ、近くで見ていただきましょう。やっぱ素材感とかがね、やっぱり若干違うんですよ、それぞれのブランドによって。でこれタトラスの中でも一番人気のダウンジャケットで、ドミツアーノみたいな感じの名前やったんですけども、これ以外にももうちょっとこう例えばテカテカした感じのこういうモンクレールっぽい素材のやつもあれば、完全にこんな感じでナイロンの素材のやつもあったりはするんですけども、これはねなんとウールとシルクです。だからシルキーウールっていう名前になっててね、おすごいなと思うじゃないですか。ただシルク 1% ですけど、おい 1% しか、 99% ウールやないかいってなるんですけど、まあ、これは、そんな感じのダウンジャケット。で次がね、最近あのサッカーの伊東純也選手の活躍がね目まぐるしい、あのフランスですよ、リーグワンですわ、フランスのダウンジャケット、こちらモンクレールですね。でサイズはこれも3かなんかの、まあ大体 L サイズぐらいやったと思います。でこれもね超定番ダウンジャケットで、マヤというモデルなんですね。マヤというダウンジャケットになっておりまして、数年前とかでね、あの木村拓哉さんご存知の方はエベレストっていうモデルがあったけども、これマヤっていうモデルで、もともと名前から分かるように山の名前が付いてるんですよ。マウンテンね、マウンテンの名前が付いてて、もともと登山のブランドなんですね。だからそういう、登山系の、有名な山の名前が付いてるんですけど、そういったダウンジャケットっていうのがこのモンクレール、伊藤純也さんもね頑張っておりますが、そういったフランスのダウンジャケットですね。そして次はカナダグース、カナダグースのシャトーというモデルで、こちらがですね L サイズで着用しております。やっぱり着丈が少し長くなって印象ガラッと変わりますよね。それぞれ値段はね、まあ後で言うんですけど、これも13万円ぐらいするんですけども、やっぱ用途がね全然違うなっていうのがこう見てて分かりますよね。でさらにこの生地感がね最も頑丈な生地です。今回紹介する中で一番頑丈な生地どれって言われたら、このカナダグースが上がってくると思います。っていうのも生地の厚み、そして使ってる加工とか、こういったテフロン加工で、フライパンのテフロン加工がされてるけど、まあ元々ポリエステルやねんけども、その上にしてるからナイロンが強いでとかっていう意見もあるんやけども、ちょっと一回そんな話置いといて、こちらシャトーというモデルですね。まあ、ちなみにねファーは外せますので、必要じゃなかったらねこのファーを外してあげるっていうところもね、やるとちょっと印象は変わってスーツとかも合いやすいかもしれないですけども、そういった感じで、最後がねアメリカのウールリッチ、これチンガードって言ってね、首の元顎とかをチンって言うんやけども、そこのガードしてる、これもともと軍隊から来ております。軍隊の制服でねチンガードっていうのがあったんやけども、それをそのまま残してるという、まあ、今回紹介する中で最もクラシックなダウンジャケットどれって言われたら、このウールリッチになってくるんですよ。やっぱこの中身の色の切り替えとかね。でこれはアメリカサイズの M サイズでございます。アメリカサイズの M サイズやけど、まあ、ヨーロッパとかでは L サイズ表記になってるんですがね、そんな感じになっておりますね。だからさっき見たカナダグースと
え、何が違うのってほぼ一緒やんと思うかもしれないですけど、実は違うんです。そんなお話もしていきたいなと思いますので、以上今の5点というところねご紹介していきます。まず価格からいきましょう。値段ですね、全部定番のモデルでいきましたから、まずはこちらデサントの水サザン、こちらお値段がだいたい11万円とかそのあたりやったと思います、11万5500円ですね。そして次こちらタトラス、イタリアンタトラス、こちらお値段がですね16万5000円。そして次こちらのモンクレール、こちらがですね20万9000円。そしてカナダグース、こちらがですね、シャトーというモデル12万5000円。そして最後ウールリッチ、こちらがですね11万8800円。ということで価格に関してはね毎年上がっております。え、そんな上がってんのと。モンクレールの前とか15万円くらいで売ってませんでした？そうなんですよ、ついこの間数年前まで15万円くらい売ってたけど、今も20万円です。だから 25% ぐらいかな、 25% ぐらい値段上がってるんですけど、え、なんでそんな上がってんの、ぼったくってんのっていうことなんですけど、じゃなくてもう単純に資源っていうのがやっぱ限られてるんですよ。中の綿全部天然の綿を使っておりますので、水鳥の飼育とかそういうところのそもそもの数が限られてる。でそういうのをまあ上流階級の方々がね、まあ、買っていかれるわけなんですけども、まあそういう方々はね、まあこれ見ていただいてると思うんですけども、 25% 上がったところで何とも思っておりません、僕みたいにねあの庶民でこうやって見てたら5万上がってきついなってなるんやけども、上流階級の方々はそんな全く気にしておりませんので、そういったところで値段が毎年上がっております。だからずっと待ってても値段下がりませんよ。来年だったら下がるからちょっと待っときますなんて言っても値段下げたブランド僕見たことありません。一度上がるとそのままキープ、もしくはまだ上がっていきますので、欲しい時が買い替え時でございます。これどっかの有名な芸人さんも言ってましたけど、欲しい時は買い替え時。じゃあ次はね、それぞれの特徴を言って、デメリット言って、そしておすすめのシーン、この3つで締めていきたいなと思います。まずはですね特徴でいきましょう。こちらの水サーダウンからいくんですけども、この水サーダウン最も多機能なんですよ。今回紹介する5つの中で、まあ値段的には一番安いぐらいの値段かなと思うんですけども、多機能、なおかつ日本の気候に合わせてるんですよね。まあそれがどういうことなのかっていうと、まず日本っていうのは雨が多いですよね、湿気が多いということで、生地がそもそも防水の生地使われてるんですよ。だから全く濡れない、なんぼ雨降ってもあご安心くださいと、水は全く濡れませんので傘持ってなくても OK ですということで、この中で唯一防水の生地が採用されております。あ、雨に天候、さすが天候見てる日本の企業だねって思うじゃないですか。でもそうなんですよ。でそれ以外にもね、海外って車移動、特にアメリカとかって車移動の文化じゃないですか。でも日本って結構電車乗る方とかもね多いかなと思うんですけど、車内とか乗ったら結構暑かったりするじゃないですか。その時とかってこういうベンチレーションっていうね、ここにねメッシュの生地があるので、開けてあげると中の熱がねこう逃げていくんですよ。こんな感じで、こんな暑いなと思ったらこうピュッと開けてあげれば熱逃げていくので、例えば電車とか乗ってて暑いと思って、うわー隣のおじさんすごい汗かいてるやんと思ったらね、キュッて開けてあげたら、あ、全然熱くありません、汗なんかかきませんって状態になりますし、それ以外にもね、これ珍しいんだけど、前のねジップのところって2箇所あるんですよ。この1箇所目と2箇所目があって、1箇所目で閉めてあげるともう完全防水やから、治水ジップも使ってるからもう水が入ってきませんってなるんやけど、2箇所目の方で閉めてあげるとね、この隙間にメッシュなってるから、またここも風通るんですよ。だからダウンジャケットって閉めてたら暑いんやけど、開けてたら寒いって時あるじゃないですか。そういう時なんかはこの2番目のジップを使ってあげることによって、それぞれの人に合った、暑がりやったら暑がりの人に合った、寒がりの人やったら寒がりの人に合ったような着こなしができるっていうところが多機能に使われている。そしてもちろんジップは全部防水になってますので、ポケットの中の携帯が濡れる、スマホが水没する、お姉ちゃんからもらった名刺が、くしゃくしゃになる、そんなことはございません。全部全く濡れませんので、そういうところも考えられている。でさらに雪国の人なんかはこちらにスノーカフついておりますので、このスノーカフ止めてあげると下からこう雪が入ってこへん、それ以外にも冷風が下から入ってこないっていうところで、より極寒地域でも対応できるようになってると。ただちょっとデメリットっていうのもあるんですよ、ね、何がデメリットなんですかって言われると、この中では最も綿の量が少ないです。でフィルパーだけで考えたらね、結構高い方の水準なんですよ。確か700ぐらいフィルパーあったと思うんでね、水準は高いんやけども、綿の量自体が少ないので、めちゃくちゃ寒い地域とかもう南極大陸とかそんなところではもう使い物にならないんですよ。それやったら逆にこうカナダグースとかね、こうウールリッチなんかの方が極寒には向いてるので、実はこれ極寒地域にはあんま向いてないダウンジャケットなんだっていうところがちょっとデメリットになってくるかなと思います。最後のシーン、おすすめのシーンをまた最後に言うんやけど、次じゃあタトラスいきましょう。タトラスはね、このダウンジャケットの最大の特徴って何かというと、とにかく質なんですよ。質がめちゃくちゃいい。で、おいおいおい、質って何の話ですか。さっきなんか 1% しかシルク使ってへんとか言ってませんでした。そうなんですよ。基本的にね、ダウンジャケットにウールとかシルク使うってご法度なんですよ。はっきり言って、え、
普通はやらへんよなっていうことをやってるっていうのがタトラスの凄さなんですよ。でなんで普通はこういうウールとか使わへんのっていうと、ウールってね、皆さんニットとか持ってはったりしたら毛玉とかできるでしょ。バーっと毛玉出てきたりとかモコモコなってきたりとかして、こうどうしても劣化が目立ちやすいということになってきたりするので、ダウンでウールあんま使わんねんけども、それをあえて使って風合いとか、あとは上質さっていうのを求めてる方に提供してるっていうのがこのタトラスなんですよ。でさらにこの中の綿に関してもダウンがねここに入ってあるんやけども、これたまにねコメントでね、綿って何ですかって言われるんやけども、業界用語ですよね。ほんまはダウンって言うんやけども、ダウンのこと綿って言ってるんやけどもね、ご安心ください、ご安心くださいとご了承ください。そういうね、綿がしっかりポーランドの綿が使われてる、それが素晴らしいんですよ。もう電化製品で言ったらメイドインジャパンみたいな、もうシャープ、パナソニック、一昔前ねソニーとかってやったらすごいです。今更サムスンとかにも負けてるけども、一昔前やったらもう日本の電気会社って言ったらすごいと、電化製品で言ったらメイドインジャパン、テレビもメイドインジャパンって言われた時代みたいな感じで、ダウンで言ったらとにかくポーランドとハンガリー、この2つがとにかくすごいので、それを採用してるっていうところで上質さがもう間違いなくあるよねって。でさらに外側はウールとかシルクの風合いによって少し光沢感があったり、ウールって普通光沢感ないけどシルクが入ってることによって光沢感があったり、上品さっていうのが出てくる。普通ダウンジャケットってカジュアルになりすぎんねんけども、これを着ることによって綺麗目でも合わせれるんだっていうところがこちらタトラスのいいところであるんですが、先ほどもちらっと言ったけども、デメリットとしてどういうデメリットがあるのっていうと、やっぱりウールなので 100% 毛玉できます。もうこれはどんなことをしても仕方ない。特にこう脇の部分とか擦れやすいですね。こういったところっていうのはウールができやすいし、リュックとか背負ったり、まあタトラス着てる人はリュック背負わんかな、僕やったら背負っちゃうんやけども、そういう方はねやっぱ肩とかにできやすい。それ以外にも水に弱い、だからね濡れちゃうとおしまいってことなんで、もう濡れる日なんかも、あ天気予報 10% でもあったら、まあ降水確率 10% でもあったら、あもう着ていかん着ていかんっていうような、ね、ダウンジャケットなんで、まあ取り扱いがちょっと難しい、神経質にならなかんっていうとこで、次にねモンクレール行きましょう。このモンクレールのね、まあ特徴は何かっていうと、やっぱりこれも綿なんですよ。まあ中のダウンね、これがとにかくいいということで、選び抜かれた綿をダウンを使っているというのがこのタトラスとかモンクレールっていうところがそうなんですよね。でモンクレールって先ほどもちらっと言ったみたいに登山から始まってるんですよ。だからちょっとこうドレスっぽい感じの雰囲気になっても、少しやっぱタトラスと違うところでね、タトラスとかってやっぱドレス要素がちょっと強いから、この前のジップとかがよく見てもらうとこうシルバーとかで使われてるので、よりこう上品さとかが演出されてたりだとか、こうポケットとかも少ないですよね。数とかもポケットの数とか少なくしてるんやけども、やっぱモンクレールは登山からできてるっていうことで、こういうアウトドアっぽいね、ジップが採用されてたりだとか、あともちろんポケットも両サイドあるし、こういう腕のところにもねポケットがあったりとかっていう、いかにもこう登山テイストな雰囲気が残ってるっていうところが、こうカジュアルでも着れるし、そしてさらにこう綺麗めでも着れるっていうところの両面を合わせ持ってるのがこのモンクレールなんですよ。あなるほどねと。で綿がいい綿がいいって何のこと言う、それどれぐらいいいこと使ってんのっていうと、ほとんど世の中にあるダウンの中でもうこのいいブランドがほとんどいい綿を持っていってます。でそれ以外の残りで作ってるのがタブランドでございます。だからそれぐらいいいブランド、その高級ブランドが買い占めてるんですよ、中のこのダウンの白い綿っていうのをね。で他のブランドっていうのはそれの残りをもう使ってるって思っていただいても結構なぐらい、もうほとんど買い占めております。だからそれのおかげでより軽くなったり、より暖かくなるっていうところが、軽いのに暖かいっていうね、スーパー高機能なダウンジャケットということになっておりまして、でもまあデメリットとしてはね、このテカテカ好き嫌い分かりますよね。いやー俺なモンクレールのこのテカテカが嫌で買ってないねんっていうお声もよく聞きます。で目の前で今うなずいてるでしょ、そうそうそうって、この加工してるこのテカテカが嫌やねんっていう方もいらっしゃるけども、まあ、これね上からこういう撥水の加工をかけてるんですね。だから加工っていうのは何でもだけど取れます、いずれは取れるので、こういうテカテカもいずれは取れてひび割れっぽくなってきたりするんですよ。でそういった場合とかにまたもう一回加工をし直さなあかんとか、もう一回お店に出さなあかん、しかもモンクレールに出さないと無理ですから、普通の地域のクリーニング店に持ってって加工してくださいなんて、何の加工ですかとか、わけわからんこと言わんといてくださいって言われますので、とにかくモンクレールに持っていかなあかんと。だからそれこそ他府県の方困りますよね、地方住んでる方とか、おいおいどないしたらええのよ、わしコンビニまで車で1時間かかるんやでと、そのもうモンクレールまで行こうと思ったら新幹線乗り継いでも5時間ぐらいかかるわっていう方はね、ちょっと諦めてもらうしかないねってことになりますので、ちょっと劣化とかそういうまあテフロンの加工であったりとか、クリーニングもそういい綿使ってるから、とにかくモンクレールの提携してるところに出した方が安心やと思います。普通のクリーニング店に出すよりはね、別に出しても問題ないとは思うけども、推奨されてるのはモンクレールの店舗に持って行ってモンクレールの提携してる工場に出すっていうところが、まあ、一応推奨されてる感じということになりますので、まあ、取り扱いとかその辺がちょっと面倒くさいと。で次ね、あと残り2つ、こちらカナ
ダグースですね。でカナダグースのねこのモデルってよくまあ着丈長いやつこうやって見るやつじゃないですか。これってもともと南極大陸とかで使う用として発売されてるっていうか開発されてるんですよ。だから最も機能的なんですよね、まあ、最も頑丈なんですよ。だからさっき言ったみたいに取り扱いが難しいとかわざわざこう直営で持っていかなあかんとかっていうことはあんまりないというか、まあ、頑丈に作られてるし結構ガシガシ使っちゃっても全然問題ないんですよ。だから同じ高級ダウンと言っても用途によって全く違うってことなんで、そのあたりがねカナダグースの特徴です。だからちょっと壁とかにバーンって吸ったりとかしても全然これは問題ないです。ただその代わりこのモンクレールとかで吸った場合にはね穴開いちゃう可能性もあるのでその辺結構シビアなんですけど、このカナダグースに関してはそういうところはないですよと。で生地が頑丈っていうところもあるんだけど、そこからさらに加工もされておりますので、まあ水を弾いたりとかそういうところもちゃんと安心して着ていただけるようになってますと。でこういうリブとか嬉しいですね。腕の隙間からこう風が入ってこないリブが採用されているので、本当に上はね結構上まで行きますし、で下はね腰隠れるぐらいまであるからしっかり風の侵入を防いでくれると。とにかく極寒に住んでるんです。もう寒くて寒くてもうメッシも喉通りませんねんっていう方はね、まあとにかくこういうちょっとロング丈の、こうガシガシ着れるようなダウンジャケットはいいんじゃないかなっていうことなんですが、まあデメリットとしてはやっぱり重たいですよね。あのここまで着丈あったりして、あの頑丈に作られてるからゆえにやっぱ重たさが出てくる。車もそうじゃないですか。頑丈に作ればするほどやっぱ重たくなってくるのと同じような感じで、頑丈やねんけどちょっと重たいということになってまして、で次の最後のこのウールリッチ、これねウールリッチの定番モデルから最近ちょっとアップデートされたんやけども、これが最もクラシックさを残してるんですよ。だから元々の南極大陸に行った時のテイストっていうのを残しつつ、アップデート、まあ、サイズとかがアップデートされてるってことなんで、こうクラシックな風合いとか、あれちょっとこうクラシックな私服をされてるからアメカジとか、あとまあちょっと、まあ、イギリスの方とかでもいいんですけどもね、あのオックスフォードのシャツとか着てはる方なんかにはこっちの方がむしろ合うんですよ。でなんでかって言ったら生地がねこれだけ唯一64クロスっていう、コットンも配合されているような生地になってて、あと全部他化学繊維なんですよ。だから化繊のちょっと寂しさっていうのはあるんやけども、これだけ唯一コットンの風合いっていうのがあるので、着れば着るだけデニムみたいにちょっと筋が入ってきたりとか、そういうクラシックさがあるっていうところで、なおかつこういう中とかもそうですね、色合いとかがちょっと古臭い感じはあるんやけど、ご安心ください、2年か3年前にサイズだけアップデートしておりますので、着てても古臭くはないんやけど、なんかちょっとクラシック感が漂うようなダウンジャケットなんですか。ウールリッチのこのダウンジャケットなんですよということで、こういうジャケットになっております。ただまあデメリットとしてはねやっぱり重たい、これはカナダグースと結構共通してるところなんやけど、重たさがねちょっとどうなんかなということで、最後はねシーンでいきましょう。おすすめのシーン、こういう方にはもうこのジャケット特に向いてますよということで、まず一番最初こちらの水沢ダウン、あのねさっき途中で山奥の方向いてますよとは言ったんやけども、やっぱり特に都会の人で、都会で着られる方って電車も乗る、タクシーも乗る、バスも乗る、そして歩きもするってなったりしたら、ありとあらゆるシーンで温度違うんですよ。気温が違うかったり室温が違うかったりするから、そういう時には持ってこやし、さらに防水でしょ。だから急な雨が降ってきたってなったり、急に雪が降ってきたってなったり、出張で雪のとこ行かなあかんってなっても、これ一着持ってるだけでもうこと足りるんですよ。だから都会で住んである方には僕いつもこれおすすめですよって言ったりするんやけど、そういうことで、まあ、特に柄とかもねシンプルじゃないですか。だからまあスーツとかでパーンって合わせるとかでも全然いいんかなっていうことで思ってます。まあただスーツジャケットで出ちゃうかもしれんからね、まあとりあえず都会の人には向いてるんじゃないかなっていうことです。で次にタトラスですよね。もうこれは先ほど言ったけど綺麗めな格好、例えばこうジャケット着てますとか、あとシャツ着てますなんていう人にはこれがちょうどいいから、なかなかレストランとか行くときって基本コートじゃないですか。ダウン着ていってレストラン、高級レストランってあんま行かへんと思うので、そういうところにはダウンって着づらいんやけども、このタトラスやとそれを着ていけるっていうところがね、もう完全にそういう用途で作ってますから、機能性とかはちょっと一回度外視して、いかにフォーマルで合いそうなダウンジャケットなんなんですかっていうところの伊達男たちが作ったイタリアのねダウンジャケットなんかおすすめなんじゃないかなと。いやそんな高級なレストランわし行きませんねんっていう方はね、同じ高級でも質にこだわりたい方はこっちですよね。カジュアルでも着れる。でまあフォーマルにはこれちょっと合わせづらいかもしれないけど、まあカジュアルでとにかく質がいいものが欲しいんだと、質さえ良ければ俺もそれでいいんだっていう方はね、このモンクレールなんかはいいかなと思います。まあ維持費はかかりますけどね、クリーニング代とか維持費がかかってくるのはそういう方はいいんじゃないかなと。で次にこちらのカナダグース、これはとにかく極寒の人ね、めちゃくちゃ寒い時期に寒い季節にさ、寒い場所に住んでるって方はもうとにかくこの辺これはもういいよということで、中の綿自体はね質そんなにモンクレールとかよりはぐっと下がるんですよ。でも下がるけども着丈長いから腰
足から風入ってこうへんし、さっきも言ったけど手首のとこからも風入ってこうへんなってるし、首のとこからも風入ってこうへんから、もちろん質っていうのも大事なんやけども、いかに守るかっていうことも大事なんでね、守る範囲が広ければ広いほどそれは防寒性も高いです。で保温力に関しては、落ちますけどね、保温っていうのは温めるあれやから、それはやっぱ綿がいい方がいいけども、防寒性守るってことに関してはこれはもう飛び抜けてるなと思いますので、そういった寒い地域の方はいいかなと思うし、さらにそれ以外にやったら僕スーツとかに合わせるんやったらね、こっちの方がいいかなと思うんですよ。っていうのもなんでって言うと、スーツってやっぱクラシックなフォーマルなイメージじゃないですか。それにこれ相性いいんちゃうかなと思って、まあファーがいらん方はファー外しちゃえばいいと思うんですけども、これはこれでね、実はカナダスーツの方がやっぱ河川やからどうしてもカジュアル感が出ちゃうんやけども、このウールリッチの方がよりスーツとか、フォーマルな着こなしに合わせやすいんじゃないかと。でスーツって基本的にウールですよね。ウールとかで作られてること、まあデニムとかもたまたまにあったりするけど、ウールで作られてること多いってことは、同じ天然繊維のこのコットンが採用されてるっていうのは相性が非常に良くなってくるんじゃないかなということで、おすすめのシーンをいろいろお話しさせていただきました。こんだけ僕ペチャクチャペチャクチャ喋りましたけど、僕一切アパレルの関係でも何でもございません。普通ここまで喋ったってことは、アパレルの店員さんなんですか、いやアパレルでずっと専門学校とか行ってたんですか、全く言っておりません。そんなことより僕は趣味に好きでやってることなんで、いろいろ言うたんですけども、まああとは皆さん見ていただいている方でね、あ確かにこの用途俺ぴったりやな、こういうことちょうどするときに欲しいダウンジャケットあってんということで選んでいただくのがぴったりなんじゃないかなということで、本日はですね高級ダウン比較5選をやってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。